昨日鈴木知事を訪れたのは高校生平和大使として選ばれた東海大静岡商用高校3年の矢川優奈さん、長崎派遣代表として選ばれた富士精神女子学院高校2年の水野可憐さんと、県立灰原高校3年の久米田春奈さんです。高校生平和大使は1998年に始まり、高校生1万人署名活動や平和学習などを通して核兵器廃絶と世界平和を訴えています。私たちの世代は本当に次の世代に戦争体験であったりとか被爆の体験を伝えていく必要があると、すごく強い志を持っています。鈴木知事は平和の尊さを若い皆さんが受け継いで、核の悲惨さを世界に訴えてほしいと激励しました。